Hello, everybody. This is Hua, and you're watching Hua's Anything Playable. And this is playing Division 2 with Talking About Nothing to Do with the Game. はい、こんばんは、皆さん。Hua でございます。今回もですね、関係のない話をしながら、Division 2を、やっていきたいと思います。Hey, Siri。20分経ったら教えて。はい、そうしましたらですね、今回も、累活のコーナーでございます、今週の累活のコーナーでございます。今週の累活、今週とか言いながらこう2回連続でやっていいのか、これは中またぐのかな、またぐどこに行くのかな、まあ、またごっこまたぐ前か、そもそもあれだけどね、なんだ、そんな週一で泣けるものがあるもの、泣けるようなこのコンテンツを見つかるものかっていう風な心配の方が、まあ、というか最初から言ってますけどね、あの別にこの、絶対に毎週1回探してるわけではないということは言ってますけども、意外とこう泣けるものだね実際累活のコンテンツの方がね、今なんていうの、ネタがこう出すぎてですね、累活以外のコンテンツの方が、ちょっといいでございますしてですね、はい、累活とはですね、今回もウィキペディア用意してないからねあれですね、交感神経、緊張を司る交感神経が優位な状態から、リラックス、安定の、を司る副交感神経が優位な状態へと移行させることによって、涙を流す、ことで、あ、違う、涙を流すことで副交感神経が優位に立つことで、ストレスを発散するという、ことでございまして、能動的に、泣くということでございますけども、これ能動的に自分からこう泣こうと思って泣くことで、発散でできるものなのかね、もう不意にこう泣いちゃった方がこうそれ発散、まあデトックスになるような気がしますけどね、そこら辺がちょっとわからない感じでございますけども、まあまあまあ、皆さん泣いてらっしゃいますかね、どうです、皆さん泣いて泣きます、最近何で皆さん泣いてますかね、逆に皆さんの、おかずを知りたい、ぜひいろんなところでこう こんなことで泣きましたよ、あんなことで泣きましたよ、まあコメント欄にでも、書いて、なるほどと、まあ実際にそれを僕自身がこう、見てお話しさせていただくこともあると思いますし、まあ、それパクんだよとか言われたらすごいあれなんですけどまあ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 教えていただけたらね、で、それを、分かった、教えていただいた挙句に、そういうので泣きましたけど、それはこう、ネタに使わないでくださいって言われたら、話しないですよ。どうだ、それならどうだ、使ってもいいよって人は、言ってくれれば使いますし、どうだ。これでも本当ね、皆さんのそのツボと僕のツボがこう結構違う可能性もありますんで、逆にね、当然このあれなんだ、僕がこうこれでお伝えしてるやつとかで、泣けない人もいますでしょうし、僕も私も泣けましたっておっしゃっていただける方もいらっしゃると思うので、まあそういうのがあったらこう嬉しいですけどね、まあそんな感じですわ。でそこで締めてもしょうがない、ネタですよね、はい、今回のネタはですね、ネタおかずはですね、あいみょんさんってあいみょんさんって言い方でいいのかな、あいみょんっていうのはすでにこの、なんていうの、
わかんない、本名を存じ上げませんけども、あれなんですかね、まあ、なんとか愛さんで、多分あだ名、ニックネームがあいみょん。だから、あいみょんさんっていう言い方ではいいんですか？だから、あれでしょ、言ってしまえば、クレヨンしんちゃんさんみたいなもんでしょ？クレヨンしんちゃんさんって言ってるような感じの、あれになったりしませんのかね。どうなんでしょう、そこらへん。まあまあまあ、でも、ただ、呼び捨てにするのもなんなんで、まあ、あいみょんさんの方が、この、あれしやすっからいいですけど。はい。あいみょんさんの、春の日。春の日だよな。春の日？晴れの日？春の日？これ大事なとこだよね。一番大事なとこだよね。あ、春の日ですね。ごめんなさい。春の日という、曲なんですけども、これ、多分このお話は皆さん、ご存知の方はすでに、今更なことだと思うんですね。知った方の方が多いかもしれません。僕は、恥ずかしながらですね、ちょっと遅ればせながらという感じで、曲はですね、まあ、いろいろこう、聞いては、いたんですけども、聞いてはいたけども気づかなかったっていうやつですね。まあ、気づくのを待つというか、いろんなところでこう、ニュースになってたりもしますけども、で、それでご存知の方は、まあ、ご存知だと思うやつですね。知らない人は全然知らないかもしれません。もう、ここでお伝えというか、わざわざ、というか、これ、この番組を聞いて知る、というか、この番組を聞いてる人の数も、もうあれなんでしょうけども、まあ、っていうのも、まあ、あれではありますけども、まあ、ね、やっていきましょうか。あ、今回、ダークゾーンをですね、こちらの、ここ、ユニオン駅ですね、地下鉄じゃないですけども、ここがこう、アメリカの、まあ、ニューヨークだとか、あちこちのこう地方にというか、出てるアムトラックとかがこう、乗り入れてるところです、ございますね。でかい駅となります。はい、まあ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 、そんな感じで、春の日、そう、今言ったクレヨンしんちゃんさんの、まあ、映画の主題歌でございまして、でもうそのためにこう作られた曲ということですね。春の日というのは要するにこのあれでございます、春日部の春日部から撮っていると、皆さんご存知、春日部ですね。僕もよく知っている春日部でございますよ。このお話を、なんていうかな、僕がこの、僕という人間がワシントン DC でこの話をするっていうのが非常に謎のシチュエーションでございますけども。まあまあ、結構ね、春日部、まあ、よく僕も存じ上げている場所でございますし、歌詞に出てくる北千住駅っていうのもね、本当に結構、利用をしたことのある、駅でございますので、結構ね、そうだな、ワシントン DC とどちらが思い出強いかって言われたら どうでしょう。ワシントン DC が勝つか、五分五分か、五分五分かもしれないな。という、あれでございますけども。まあ、そのくらい、北千住駅、まあ、乗り換えとかでもよく使うからね。使ったことある場所ではございますけども、そうですね、春の日っていうのは、一応、春日部駅をこう、意味というか、そこから捉えている、に由来していると。で、北千住駅っていうところがですね、ヒロシがミサエにプロポーズをした駅だそうでして、なので、その北千住駅のエピソードが、一応、クレヨンしんちゃん、という、まあ、その家族の、始まりの、ゆかりの、まあ、始まりの、地で、で、歌の中で歌詞、こう、最後の方は、見慣れた駅だっけにこう変わってきます。それは、春日部駅の方で、ということですね。
これが、最初はね、まあ、北千住駅、まあ、よく使ってる、知ってる駅の名前がこう、出まして、ああ、そっかそっか、そう、なんか、よく知ってる駅の名前だ。だから最初、これ聞いた時はね、クレヨンしんちゃんの歌だってことを知らずに、この曲聞いてたね。で、まあ、北千住が、まあ、本当によく知る、駅がこう出てきて、ああ、なんか、すごい近場がこう、まあ、舞台となった曲なんだな、と、ぐらいな、印象で、まあ、そもそもあいみょんさんのその歌詞っていうのがすごく、印象的というかね、いいんで、まあ、深い、歌詞だなというふうにはこう思ってましたけども、なんだ？僕の体がこう、だらしなく変える場所をどのこのっていう歌詞？どのこのって言い方しちゃダメか、こんなところで。まあいいや、っていう歌詞とかが結構深いなっていうふうな、なんとなくですよ、なんとなく歌詞を見ずにこう、聞いてるだけの段階で、何も知らずにこう聞いてる段階で、あ、深い歌詞だなというふうにこう、思っていたわけですけども、これがなんとその、だから、まあ後で、結構こう、曲をよくというか、まあ聞いた後で、まあヒロシがこう、ミサエに、プロポーズをした気だってことを知った、僕はいるわけでございますよ。となった途端、知った途端にだよ。知った途端に、まあ、その、なんだ、その、なんか、こう、体がだらしなく変える場所を、探し求めてたっけ？だとか、なんだろうな、僕の弱さと君の強さがこう、混じり合えば？混じり合えばだっけ？どんな、そういうことが起こるかなっていうやつ、歌詞が、その、まあ、あとなんだっけ？あと未来の話とかこう出てくるじゃない？なんかこう、なんだっけ、ちょっと待って、俺歌詞出すわ 歌詞出すわ これなんだっけとか、そんなあれでこう話すのがしんどい 歌詞出してあれしますわ。でも戦いながらその歌詞を、見る余裕があるのかわかんないですけどね。一応それで話をしよう。これでもこのあれで、ここを開いと流れちゃうか。アウフ。ですね。しばしお待ちいただいてですね。あ、そう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 。僕らは何も見えない未来を語り合った。あ、違う、未来を誓い合った。何も見えない未来を誓い合った2人ですけども、僕らそう見えない段階でこの2人がこう誓ってる未来、その未来の先を知ってまるわけでしょ？どんな未来、その先の未来、先の見えない、誓い合った果ての未来っていうのを僕らこう知ってるわけですよ。だから、その果てにこう、クレヨンしん、あ、まあ、しんちゃんがこう生まれてっていうのも知ってるし、これからの展開を2人まで飽きるまで過ごしてみる、見るからねとか、どんな未来がこちら覗いてるかな、こちら覗いてる未来をこう、すごく知ってるわけでしょ。ヒロシがこう、ミサイにプロポーズした場所だったことを、まあ、歌詞、その歌をよくこう、知ってから、その事実を知った途端にですね、この歌に出てくるこの未来っていうのが、僕らのよく知ってる未来、だってことがこう、その、だから普通の歌で、これを、この、こういう、例えば、なんか、いわゆる、ちょっとややもすると、こう、なんかぼやけた感じ、その、ぼやけたか、未来を誓い合ったとか、そういったやつが、こう、そんなに具体性があんまりこう、なさそうな、
なさそうなんていうか、あるんですけど、あるんでしょうけども、同じような歌とかでもね。けど、具体性があっても、なんていうかな、歌詞としてこう見えてこないじゃない、普通は、普段はね。だけども、その、これに関してその未来が見えるわけですよ。非常によく見えるわけですよ。で、その、未来がこう、ここでぼやかされてるはずの未来が、くっきりとこう、見えたときに、この、自然と、だから、こちらを覗いている未来の方が、非常に僕らはよく知っていて、それがこう浮かんできたときに、もう自然とふとね、涙がこう出てきましたからね。ふと涙が出てきた。違うな。号泣ですね。号泣しますよ。で、ほら、ここ、歌詞の中の、いつかは一人、いつかは二人、大切を増やしていこう。っていうことが、まあ、生まれてくる子供のことだっていうことは、まあ、この、その、裏事情というか、その、なんていうの?あれを知らなくても、まあ、想像はつくわけですけども、それは想像のなんかでしかないんだけども、これがこう、その事実を知って、知ると、まあ、なんだろうな、もともと本当はそれを知って聞く人の方が多いんだろうけどね、僕みたいにこの、それをもともと知らずにいてさ、その、いつかは一人、いつかは二人、家族を増やしていこう、大切を増やしていこうっていうことが、具体的に、しんちゃんと、ひまわりのことだって、こう、知ると、その、未来がこう、こちらを覗いている未来がこう、の顔が見えて、で、まあ、幸せっていうのはね、こう、小さくてもこう、綺麗な幸せっていうのがさ、すごい見えますでしょ?具体的に見えてくるでしょ?その瞬間にもう、ダーッですよね。なりません?なりません?これは共感得ると思うんだけど、共感得るか?まあ、あれか。みんな、俺みたくこう、最初の段階でクレヨンしんちゃんの歌だってことを知らずに聞いてる人の方が少ないか、もしくはそのエピソードとかをこう今更知る人の方が少ないか。でもこれでもそうだな、知ってても、まあ知ってればなおさらそういった情景とかも浮かんできて、またそのお背伸びをしないというか、この幸せも普通の幸せだと思うんだけど、それがこう、なんていうかな、この幸せってすごい背伸びしないじゃん。等身大の誰もがこう、共感するような世界のお話でもあるし、それがこう、変に、なんていうのかな、肩肘張ったようなことじゃないでしょ。しかもみんな知ってるし、そこだよね。なんかこう、なんていうかな、極端な話、なんか、とんでもない大恋愛をこうするから幸せだとか、大恋愛ってそのなんかね、大恋愛もなんていうのかな、すっげえドラマチックな恋愛をしなきゃこう感動できないとかじゃなくて、本当普通の、感動というか普通の幸せ、普通のことっていうことが、すごい大切だっていうことが、まあ、例えばそれっていうのは、そういった、普通のことが幸せなんだよっていう歌はあるんだけども、それがこう絵的にさ、ビジュアル的にというか想像できる、このね、いわゆるケミストリーが非常にね、涙腺を刺激してくるわけですよ。どうだ
どうだ。でもこの歌でまあその情景を思い浮かべて泣ける人って結構いるんじゃないかなと思うんだけどね。なんかこうでしかも、いわゆるあのこの、歌のいわゆる目線の主であるヒロシというのは非常にこうなんていうかな、頑張ってますでしょ。普通のことだけど普通のことを普通に頑張る。それは普通の人が普通に頑張ってるのと同じように普通の、頑張りでまあクタクタに、まあ疲れて普通の仕事をしている仕事をしていることは大変なことでございますよ。それはまあ世界を守る人から比べたらちっちゃなことでもやっぱりこう、すごい大変なことだし、それはみんな抱えている、誰も抱えている悩み、誰も抱えている辛さ、誰も抱えている頑張あの一生懸命っていうものを、体現している存在の普通の幸せなわけですよ。それをこうだからもう誰もがこうこれに対して絵的に見えるわけじゃん。その頑張りっていうのもみんな知ってるし、どれだけ頑張ってるのかも見えてる、どれだけ尊いものかっていうのも見えてて、でそういった、先の見えないなんかこう誓いみたいなものが結果そのいわゆる普通だけども尊くて美しい、美しくてすごい、幸せなんだよっていうことが僕ら分かってるじゃん、その見えてるじゃん、そこの先にある幸せっていうものが。でそういった本当のなんかこう誰もが、分かるような幸せをつか、が、向こうの方からこう手を振ってる様子っていうのがこう見えるじゃん。そこでこうなんか知んないけどこう一つ一つじゃなくてこう複合してなんかそういった幸せっていうのがこう手を振ってるあれがこう見えて、なんかこう総合的に泣けない。どうだろう、どうだどうだと思うんだけど、まあまあそもそもね、あいみょんさんのね、歌詞とかね、そうじゃなくても、こう、なんだろうね、ちゃんと軽くない、しっかりと重みのある、言葉遣い、言葉歌詞の、その、言葉のセレクトとかもそうだし、まあ歌い方、歌声もそうだし、こうそもそも泣ける曲というか泣ける要素がいっぱいあるもので、そこの先がこう具体的に見える、そういったケミストリーというのがねすごくバランスよく類線を刺激してくるわけなんですよ。まあでもあいみょんさんの曲でこう泣いたのは初めてだけどねこれ初めてだけどね。まあまあでもいいですよね。なんだろうね、なんかこうだからこの曲に限らずあいみょんさんの曲ってそう軽くないんだよね。なんかこう別にただ重くてどのこのっていうだけじゃことじゃなくてね、重さがなんか変な意味の重さじゃなくてちゃんとこう、重みのある、ことを歌っているので、だからすごくこう単純に共感できるだとかそういった言葉で片付かない、なんかこうしっかりとした、そうね、しっかりとした、まあいいですよね。非常にまあ好きですよ。でこのまあ一応この曲きっかけにだいぶねそれを上回っていいなという感じもしますけども、
なんかこう、あるじゃん、適当にこう言葉をつなぎ合わせた、歌詞とかっていう、なんか、なんていうのかな、まあ具体的に誰とは言いませんけども、あと、で、このエピソードを知るまでって、まあ、この歌そのものがさ、なんていうのかな、具体性はもちろんあるんだけど、具体性はもちろんあるんだけど、なんかね、一応、あえて、ぼやかしてるっていうわけじゃないけども、なんて言えばいいんだろうな、具体的に、例えば、なんていうのかな、いつかは一人、例えばいつかは一人、いつかは二人、大切を増やしていこうっていうところに対して、という歌詞のところのとを見ると、まあ、例にとってみるんだけども、例えばそれって、具体的に誰っていう、例えば名前を挙げてるわけではないじゃないですか。だからこう、まあ、いわゆる、固有名詞を出すわけでもないし、あれに関して、若干だからあえて、なんとなく、ぼやかしてると言えばいいのかな、言っちゃっていいのかな、ところがこうございますでしょ。で、最初こう、このテーマというか、そのいわゆるクレヨンしんちゃんっていう、あれってことを知らなかったときに、まあなんかその辺が少しこう、曖昧な、あれなのかなっていう印象を最初受けましたけども、その裏にこのある意味、だからもっと言うと、だからほら、歌詞の中の、どんな未来がっていうやつの、どんな未来っていうのが最初こう僕は見えてなかったわけじゃないですか。その段階で聞くと、なんかこうよくあるようなあれかなっていう風な勘違いをしてたんですけども、これはもう全然僕の見当違いでして、全然曖昧じゃなくて、すごい具体的な未来がこう、描かれてるんだけども、あえてそこはこう、ぼやかしてるっていうことだってことを知って、まあ、参りましたって感じだよね。はい。もう素直にこう、参りましたって感じでございますよ。という感じで、まあ皆さん、そのことを、ご存知だった方、ご存知ない方、まあ僕と同じような感じでね、曲はすごい知ってたけども、そのエピソードを、今聞いて、うわ、そんなんだったんだっていうふうな、あれでこう涙流していただけたら非常に、それはね、嬉しいですけども、まあ全く同じっていう方は、いらっしゃらないとは思いますけども、まあ、いかがでしょうか。まあ、そんな話をですね、私、ヒューヤ、がですね、ワシントン DC、故郷ワシントン DC の方から、お送りさせていただきました。っていうことを聞いて、いろんなことを、いや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 っていうことをこう思う人、思わない人、いっぱいいらっしゃると思います。まあね、知ってる、分かってる人は、普通に笑っていただければいいと思うんですけどね。そんな感じで、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。